はい、どうもこんにちは、大学生の藤です。今日はこのめちゃくちゃ太いダボッダボのディッキーズのワークパンツを使ったストリートコーデを紹介していきたいと思います。まあ最初ストリートコーデとかするときに、まあ、ビッグシルエットとか結構意識してコーデされる方多いと思うんですけど、最初にこんなに太いパンツを使えって言われたら結構抵抗あると思うんですよ。けど僕的にはストリートコーデでこの太いパンツを使うのが好きで、まあスケーターとかのファッションで結構あると思うんですけど、まあ今日はそういう感じのファッションについて紹介していければなと思うんで、よかったらご視聴よろしくお願いします。それじゃあレッツゴー。ウエストが40、レングスが30のかなり大きめなパンツになってます。明らか海外規格ですよね。それでは紹介していきましょう。1つ目です。下に合わせて上も大きめに選びました。サイズを大きめで合わせることでとてもゆったりした印象になります。単調なコーデになりすぎないようにチェーンを足してこなれ感を出しました。あと僕は腰より少し低い位置でパンツを合わせるのが好きです。じゃあ次は2つ目です。次はシンプルですが少しヒップホップ感のあるコーディネートにしました。これも大きめのパーカーを合わせてよりビッグシルエットなストリートコーデを挑戦しました。これも先ほどと同じで単調なコーデですが腰にバンダナをつけることでよりこなれ感が出せると思います。3つ目いってみましょう。次は上をタイトなロンティーにすることでパンツとのバランスの取れたコーデになります。春先とかにちょうどいいコーデだと思います。はい、4つ目。今度はシャツを合わせました。これもさっきと同じで上をタイトめなシャツで合わせることでパンツとのバランスの取れたコーデになります。これは少し綺麗めに見えると思います。よかったら参考にしてみてください。質問等々コメントで受け付けてます。今日もご視聴いただきありがとうございました。